集まれということで、今日がコアレール最後の試合になるかもしれません。皆さん大至急サンチャゴベルナベウにお集まりください。どうも、コアレール監督のコアレールでございます。さあ、いよいよ前回の試合を終えまして、レートが45まで下がってまいりました。そしてメールボックスにはこちらのメールが届いています。契約続行について確信が揺らいでいますという状況です。これはもう今決が最後の本土決戦になることは間違いありません。私もレアルでの最後の試合になるんだという気持ちを持ちまして、家族親戚など今回はベルナベウに集めさせていただきました。まずは前節いただいたコメントを紹介させていただきます。ポテトチキン記者からです。ポンピーを目にして老害を対戦相手にすれば毎回勝ててチャンネル登録伸びるんじゃないという意見が出ています。まあ一つ参考にさせていただきます。続いてインコサ記者、ホタルの光チャンネルとしてきちんと結果を出す男小原、ありがとうございます。結果にコミットしていきたいと思います。最後にコトラ記者からです。コアレアレを楽しく見るコツ、更新したら高評価がつく前にできるだけ早く動画を見るということです。まあちょっと評価の数で結果分かってしまうということで、おなじみ小技フットボールですので、評価がつく前に皆さん動画を拝見していただければと思います。さあ、そして今回最後の対戦相手になるんでしょうか。セルタとの試合になります。今回はね、ちょっともうその賞を使うとかっていうようなその動画的なことは一切考えず、全てをもう勝利にこだわってこの戦いに臨みたいと思います。この試合をコアレールを支えてくださった皆さんに捧げます。この試合負けたら虫です。なんで全部各節そうなってます。3連敗だよ。はい、それではさあ、それでは試合前に両チームのスターティングメンバー見ていきましょう。まずはコアレールから、決戦に向けて今回フォーメーションチェンジさせていただきました。ちょっと最近中盤を継承攻撃も多くなってきているので、あえて 4-2-3-1 のフォーメーション、ベイルをサブで後半から起用するという戦い方に変更します。必ず勝ち点さあ、みんなにプレゼントしたいと思います。さあ、一方セルタの注目選手の方はマックスマイヤーです。それでは最後になるでしょうか、よろしくお願いします。こんにちは、実況の西岡明彦です。こんにちは。サンチャゴベルナベウには今シーズン、最高最高の観客数が集まっているということです。チケットは速完です。彼の最後の姿を見届けようと、スペイン、そして世界中からたくさんの人が集まっているという情報が入っています。選手の目は死んでいないようです。この状況ですが、チームはおよそ8万人も誇ります。8万人もすべて奪われました。おいおいおい、風見の話。レアルマドリーのキックオフです。ここはサイドへパスを出します。ハメスロドリゲス。厳しいか。ディフェンダーがブロック。マルセロ。いやー、それは持ってる。しっかり予測して。いやー、取れない。マジか。おーい、ボール行った、ボール行った、完全にね、ボールガードでしょ。可能性があります。おい、はいはいはい、さすがに過ぎたか。あいつも誘ってきてんね。誘ってね。やばい、ちょっとレシーブプレーしよう。ゴールしてほしいですね。まず味方に繋ぐこともできます。ここから先の出しどころに苦労している様子です。ルファル、マジよーし、バイバーのーよし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 、あ、間違えた。おいおい、これ決まっちゃうのきついって、こういう試合に限って。ちょっとちょっとちょっとひどい。ダビド・フンカ、ボールをサイドへ振りました。ちょっとちょっと、いやー、ね、これは大きく外しました。どうしたどうした、やぶねー。マルセロ、なんでこんな出てんな。パスをサイドに送ります。セドリック、いやー、ちょっとちょっと、よーしよ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 し、みんなー、はいはい、みんなー、これで2点差です。ひどいなぁ。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。エリアのあの位置からですと、いろいろな選択肢がありますからね。全然なってない、このチーム。こんだけ指導してきてるのに。守る方は対応が大変かもしれません。きついなぁ。いやー、なんだそのパス。ミスは痛い。相手にパスを出しました。
イスコ。ちょっとちょっとそのパス。中盤でボールを受けました。前でボールはもらえないと判断しました。オッケーオッケー、ナイスナイス。ソフィアン・ブファル。いやー。ボールにはクロース。いやー！オッケー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 。自分がなかったですね。緑点滅しねえぞ。いいクロスが中に入った。いやー！きつい。あのシュートによく反応しました。そういうゲームか。よし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 。マジか。全然ダメだな。ブサル、スルーパスが味方に通る。おい、ちょっとどこまで行ってんだよ。止めた。いやか。止めました。近距離からのシュートでしたが、素晴らしい反応を見せましたね。辛い前半だ。ボールを近くの味方へ、深くえぐってからのクロス。いやー、PK よ。ない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 。エデン・アザール。終わりだ。よし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 。ひどすぎる。スノーポイントで。何も言うことはない。よし、最後にやるってこ見せようぜ。後半のキックオフです。雨はプレーにどう影響しそうですか。グラウンダーのパスは通りにくくなるかもしれません。バウンドにも注意が必要ですね。ファンペ、ダビド・フンカ、マイヤー。おいおいおい。そう、序盤からその点だよ。何何何、配信者としておかしいだろ。しだろ。あらあるまじ聞こえるのさ。視聴者に何を見せたいの。視聴者へのメッセージは感傷を見せたい。見たいでかい。精神的に言葉がない。それ視聴者見たくないでしょ。そんな動画の中で見たい。やめてやめてって。そういうこともなんでなんつもいけん。ハリーケイン、精神的にも狂ってる。狂ってあなたを見たいんです。皆さん、おいおい。そうそう、風にいる。おっ、ちょうだい。あいつやっちゃおうぜマジで。いやー、いくぞ。俺は狂うことはない。精神的に正常だ。絶対上手。わかんない。姉ちゃん姉ちゃんだから。はい、本当振られた子も生まれました。圧倒されている状況でゴールを決めました。はい、相手に支配されている展開の中でもどうすれば勝ちを引き寄せるかになってます。新しい形です。そんなやり方をこの場面でやり合っていいのかよ。いや、素晴らしい。ちょっとマジでまた抜きだわ。まだわかんねえぞ。絶対目にも見してやる。今までの過去の遍歴も。メール即結果だぞ。即投入後。意味がわかんないけど、危ねえ。え、何をやってんの、カズ。オッケー。ちょっと焦って見えなくなってるよ、周りが。あー、かなり危ねえ。危ねえ。シュートでした。この選手なら十分に狙える距離なんですね。いいシュート。危ねえ、危ねえ。やばい、じゃあもう時間ちょっとやりすぎだって。ちょっとゴールしようよ。知ってるよ。アンチットボールだろ。ファンペ、マックス・マイヤー。いやー、じゃあ、いや、浮かせる人ないけど頼む。高いボールでベイルを狙う。おいおい。
おいおい、お前がそうギリギリで潰そうすんのやめて、耐えられないよそういう展開に向いてないから。マイヤマキシゴメス、お出して足を、え、もうないじゃろマジで。モドリッチとビニシウス投入です。もう早め交代、ここでベンチに下がるようです。マイヤありがとう、すべてをこちらの選手たちに託します。この選手の活躍が目立っていましたが、ここで交代です。まだ時間あるぞ。おいおいおい、ほんと、どけ止まってんのかな、これ。全然あっち、ボールはエリアへ。え、ちょっと、よーし、よし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 、かなりきつい状況になりましたが、キャプテン追いつくのは不可能じゃありませんよ。せってこうよ。全然そんな不審な動きしてなかったでしょ。いやー、ラモスとかどうやってんの？いや、きついなー。全然やる気ねえやろ。よっしゃ、この一点はでかい。よしよしよし、ワンペか。ちょっとやめろ。ベイル残ってるんですよ。カゼミーロ、ベイルがプレーに絡んでくる。クロス。オフサイドない。アザールが持ちます。いやーマジかー。なんで決まんないのー。あと少しずれていればゴールでしたが、枠に嫌われましたね。いやー。カゼミーロ。ボールにはクロス。危ね。ケイン。オッケー、ナイス潰した。はいはいはい、体入れてんじゃん。体入れてんじゃんはセーフでしょ。ちょっとやだよ、こんな。マキシゴメス。オッケー。いやー、まずまずまず、今のは違う。走り込む味方にモドリッチのスルーパス。オッケー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 。とマジか。はいはい。おいおいおい、ハッシュタグ老害参上じゃねえんだよ。おい、エムレモル、いや汚いぞ。ワイドなプレーはワイドなショー、やめろ。もうやめてって、やめてやめてって。やめすぎよ内心者。おいおいおい、遠慮しませんね。ってこんなやられ方すんのは。最後まで集中。無理だよ、もう仕事すっごいない。もう精神的に落ち合わせ。おい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 、試合終了です。これで終わりです、この動画。いやー、きついわ。と持たない、この試合。ほんと、3バックにしてくれたら、もうあとサイドの裏つって、広く使うだけだから。いや、でもそれしかなかったね。いやー、これはパフォーマンス含めいいゴールだったけどなー。めっちゃいいゴールでしょ、こんなの。こんなやってるやつねえんだ。言われた女で、子供が言われた女で。最後のバービス。おお、ぶねえ。ということで、まだ降格圏には入っていないので、監督続けるよう命じられました。
危なかったです。もう一回やれることができて嬉しいです。次節はウエスカさんとの試合になります。なんとかね、4月日本で言うならば年度を越すまでね、プレーしたいと思います。それではまた次回の動画で、会いましょう。してる間ドンで扉を閉じます。今節ちょっと虫けらのような試合をしてしまったため、こちらをまた食べたいと思います。失礼します。また次回会いましょう。よほどの試合がたくさん